で羽帽子のスイッチを押しましたので、今まで取れていなかったコース1のね、羽帽子を使うスターをさらっと取って今回は終わりたいと思います。コース1の6枚目のスター、サーチフロムザスカイやっていきましょう。何が4なんでしょうか、やっていきましょう。さあ、というわけでまずは羽帽子があるところまで飛んでいきましょう。飛んではいけないな、マリオさんを走っていきます。で、爆弾を普通に爆発させましていきましょうか。羽帽子はここの上の方にありますので、しっかりとここを壁キックで、一応ね、この壁キックした先にあれですね、5コインさんがいるということを忘れないように気をつけつつちゃんと登っていきましょう。で、5コインさんが待ち構えていますので華麗にスルーしまして、羽帽子はこちら側にありますね、こちら側にありますので、それをしっかりと、ここにありますね、この羽帽子を使いまして、サーチフォーワスでしたっけ、何でしたっけ、少々お待ちください。サーチフロムザスカイ、まあこの空にある、危ない、空にあるコインをしっかり取りまして、まあ、5シークレットをクリアしていきましょうというスターになります。1つ目のシークレット、2つ目のシークレット、3つ目、3つ目、少々お待ちください。戻りましょう。まあ、今みたいな感じで結構ね、近くまで行かないとコインが見えなかったりするので、そういった意味では初見だとなかなか難しいかなという感じはします。高度が下がるとまたここまで登ってこなきゃいけないので、そういうところはちょっと面倒かなと思います。で、3つ目のシークレット、こっち側に3つ目のシークレットがありまして、4つ目ありまして5つ目ありますね。5つ目のシークレットを取りまして、で、下の方にスターが現れましたので、これをしっかりと回収して今回は終わりましょう。もう、あ、いけそうですね。このままヒップドロップで入っていければ、あまあ生きているので OK でしょう。というわけでクリアいたしました。区切りよく30枚、クリアいたしましたよと、スター取れましたよと、サーチフロムザスカイクリアいたしました。ちょっとグダグダになりましたけれどもね、セーブ&コンティニュー、オンリー10も、まあなんか英語いっぱい出てきましたけれども、まあ読める方は読めるでしょう。というわけで区切りよく30枚取りましたので、このゲームには140枚のスターがあります。